ハリーファ・ビン・ザーイド・ビン・スルターン、アール・ナヒアーンは、第二代アラブ首長国連邦大統領で、連邦内最大の国アブダビ首長国の首長。日本の報道や、外務省では、ハリファ、カリファ、カリーファなどの表記がしばしば用いられる。アブダビ首長国の首長の弟として、地方で知事を務めていた、ザーイド・ビン・スルターン、アール・ナヒアーン・シャイフ・ザーイドの長男として生まれた。 少年は1947年とする説もある。父の第一夫人である母は、父のいとこで、アブダビ市長家のヒアーン家の重鎮であった、シャイフムハンマドの娘であり、父が、アブダビの市長に即位すると市長くらいの第一、継承者として偶せられた。1971年に、アブダビ市長ザーイドが主導して、ペルシア湾岸の旧イギリス保護国の小市長国が、 連合してアラブ首長国連邦を結成すると連邦大統領に就任した父ザイドのもで連邦副首相に就任した九百七十六年には連邦軍副司令官となり三十年以上にわたって大統領を務めた父を補佐したアブダビ国内においてもまた石油政策の決定権を握る最高石油評議会の議長を務めるなど首長政治として 重要な役職を長らく任せられた。2000年代に入ると、高齢のザーイドの健康不安が表面化したが、すでにハリーファがアブダビの主張くらいと連邦における父の役割を継承することは規定路線化しており大きな混乱は起こらなかった。2004年11月2日にザーイドが病死すると、アブダビの第15代主張に即位し、翌日には、 連邦の最高評議会で第二代大,大統領に選出された。首長聖誌には、イボテイ、ムハンマド・ビンザー・イド・アール・ナヒ・ヤーン・ムハンマドが指名された。以降、大統領に再選され続け、最新では2019年11月6日に4選、されている。大統領に就任したハリーファは、連邦予算の70%を拠出する連邦の名手アブダビの指導者として、 石油収入に支えられて発展してきたアラブ首長国連邦の繁栄を持続させていくことが周囲から期待される。2010年1月4日、ドバイの超高層ビル、ブルジュドバイのオープンに伴い、正式名称がアラブ首長国連邦の大統領として君臨するハリーファの名前にちなみ、ブルジュハリーファに変更された。2014年、ハリーファは脳卒中を発症した。 その後、容態は回復し、安定している。ハリーファが脳卒中を発症した後は、市長精子のムハンマド・ビンザ・イド・アール・ナヒアーンが、アブダビ市長国の運営、意思決定を担っている。ありがとうございます。